はいどうも、おめでございます。仮面たちの夜2、韓国島のわらび歌実況やっていきたいと思います。ピンクのしおりですね、今回もなんですが、どうやらこの陰陽編の11章の割れた石碑っていうところから分岐するようなので、ここで B を選ぶとね、どうやら突入するようなのでやっていきたいと思います。なんかとんでもないとこから始まるね。これ自力で発見した人いんのかな。それは中央から真っ二つに言われていた。あったね、夏美さんと外回った時かな。とにかく元のところに戻しておくか。僕は石碑に手をかけた。加山さんほどではないが、さすがに重い。加山さん、ちょっと手伝ってください。何するつもりや。元のところに戻しておくんですよ。すぐそばに石の台座があった。別にこんなもの、ほったらかしといたな。よっこっせ。二人で石板の下半分を持ち上げて台座に乗せた。今度はそっちです。行きますよ。せやけどこれ上に乗っけてもすぐに落ちるやろ。文句を言いながらも加山さんは石板の端を持ち上げる。僕は真っ赤になってそれを後の半分の上に乗せた。ザジザジと音を立てて壊れた石板は合わさった。ありゃ、加山さんがすっとんきょうな、とんきょうな声を上げた。どうしたんですか。ほら、割れ目が割れへん。言われてみよく見ると半分に割れたはずのその隙間が跡形もなく消えている。試しに傾けてみるが上下に分かれることはない。最初からこうなっていたみたいですね。僕はひざまずいて手を合わせた。若いのに信心深いねんな。どうもこういうものはそのままにしておくと罰が当たるような気がして、なんかわしもすがすがしい気分や。二人で頭を下げていると、マリと夏美さんがやってきた。夏美さんが気を利かせて、すぐに加山さんと屋敷に戻っていく。僕たちは風が吹いてくるまで、海岸を見下ろす丘の上にいた。加山さん、無理やり連れて帰られた感あったけどな、今。なんだ？館に戻ると、すぐにかまいたちの夜が始まった。暴風に館はびくともしなかったが、壁を通して、聞こえる風の音は恐ろしいものがあった。怖かったのか、それともそれを言い訳にしたのか、その後、その夜マリは僕の部屋にやってきた。ノックの音がした。入ってもいいかな。マリの声だ。僕はすぐに扉を開いた。なんだか怖くなっちゃって。マリは上目遣いで恥ずかしそうに言った。こっちにおいでよ。部屋は狭く、二人座るとなればベッドに腰をかけるしかない。僕たちはベッドに並んで腰を下ろした。観音編。おお、これはなかなか期待できるんじゃないですか。あの女性の方はご注意ください。風の音がゴーゴーとものすごい。本当にすごい風だね。意味のないことを言った僕の肩にマリの頭が乗った。髪の匂いがする。なんだ髪の匂いって。髪に匂いとかないやろ。シャンプーの香りとかはあるかもしれないけど。僕は思い切ってマリの肩に手を伸ばした。肩を抱き寄せるとマリは体をさらに僕へと密着してきた。僕の胸は高鳴った。なんかあれかな、石板を直したことによってあの神様がなんかこいつにちょっといい思いさしやっかみたいな感じだったんかな。観音の神様。やだな。心臓の音がマリに聞こえるのではないかと心配になるほどだった。マリの湿った吐息を感じる。思いがけない展開に僕は早いな。マリの唇に、唇に手を伸ばすの。思いがけない展開に僕は、これ難しいな。何でもいいのかな。緊張した。俺だったら緊張する。僕は緊張した。とにかく緊張した。緊張しすぎて硬直した。体がカチンコチンに固まってしまっている。カチンコチン。手足どころか小指一本動かせない。どうしたの。マリがファンソーに聞いた。これバッドエンドまっしぐらか。僕は答えることもできない。冷や汗ばかりだがダラダラと流れた。これは驚愕反応と呼ばれる現象である。いわゆるパニック状態なのだ。僕は今顔の血管が収縮し青くなっているはずだ。
ちなみに瞳孔も広がってるはずである。死んでるやん、ほぼ。極度の不安やストレスによって驚愕反応はもたらされる、などと解説している場合ではないのである。ねえ、本当に大丈夫？マリアはベッドから立ち上がった。大丈夫と言いたかったが、これではどう見ても大丈夫ではないんだろう。誰か呼んでくる。そう言うとマリアは慌てて部屋から出て行った。待ってくれ、心の中で叫んだが、無駄なことだ。終わったわ。ちょっと待て、ちょっと待て、ちょっと待て。すぐやり直そう。ぎこちなくマリの髪に手を伸ばそうとし、思いきや思い切ってマリの手唇に手を伸ばす。アップやな、僕は思い切ってマリの唇に手を伸ばした。僕の指にマリの指が絡む。薬指の先が温かく湿ったそこに導かれる。ぜひイラストでやってくんないかな、と指先を噛まれた。痛いよ、僕は言った。痛いよ、彼女は切なそうに繰り返した。僕は盛急に彼女を抱きしめた。彼女の柔らかい弾力を感じた。僕の胸が押し返される。その力が苦しいような愛情を、熱情を生む。一つになりたいと切実に思う。今まで片割れでしかなかった己の寂しさにさらにきつく彼女を抱く。肩が熱い。彼女の吐息のせいだ。俺さ、これ真剣に読んで大丈夫？まあまあ恥ずかしいんやけど。僕はマリの頭に手を伸ばす。こういうことをさ、口に出して読み上げることってまあないやん、人生で。長い髪をかき上げた。やるなら徹底的にやるか。彼女の左耳があらわになった。そっと真面目にやるかって言った瞬間に読めない字が来た。これなんだっけ、字だっけ。に唇をつける。意外と耳たぶとかやったりしね。桜色に染まった、それが血を増す。柔らかな肉の身を僕は口に含んだ。彼女のささやく声が聞こえた。したい。吐息に出それはよく聞こえない。何を？僕がそうささやくと、くすぐったいのか身をよじった。これ頼むから、動画として載せれる内容にしてくれよ。少しだけ僕は腕の力を緩める。少しだけ彼女が体を離す。そして顔を上げた。僕は彼女の目を見た。マリも僕の目を見ていた。風の音は相変わらずものすごい。ゴーゴーとなるその音が僕を焚きつけているように思える。今すぐ僕の思いを伝えたい。愛してる、愛してる、愛してるか。あ、ダメだった。急にマリアは僕から体を離した。愛ってなんだか日本語には馴染まないのよね。もともと西洋の概念だした。やめろ。急に博学出してくのやめろ。扉を開けて緑さんが入ってきた。そうそう、基本的にはギリシャ語のエロスとアガペーの訳語だよな。図書さんだ。ピリアっちゅうのもありますね。ガイモさんが現れた。ピリアもエロスも人間的な愛ね。神の愛であるアガペーとは基本的に異なるものよ。なんなんこの展開。何言ってるかちょっとわかんないし。ケイコちゃんである。東洋じゃもともと愛は物事への執着を意味する言葉だからね。割愛といって人間に苦痛を与えるものの一つだ。右野さんだった。慈悲が西洋での愛に当たるんとちゃうの？夏美さんだ。強いて言うなら人じゃないの、人じゃないの。キリスト教的な愛を言うなら慈悲の方が正しいでしょう。かのこちゃんと小林さん残るわ。ニグレンが言うようにエロスとアガペーは結合しないとするなら、現実的な愛は全て妥協と産物と考えるべきだと思うけど。マリだった。全員が僕の部屋に集まった。みんな愛について語り合っていた。僕も負けじと発言してみた。愛って好きってことと一緒でしょ。みんなが一斉に僕を見た。沈黙が流れ、そしてみんな優しい微笑みを浮かべた。
それからも議論は続き、僕たちは夜明けを迎えた。それなりに楽しかったと言えなくもない。ただ一つ疑問なのは、どうしてみんなが僕の部屋の前に集まって話を聞いていたかだ。ちょっとしたホラーですよこれ。多分間違えたんだよね選択肢をいじめみたいな選択やったな今のは。びっくりした。愛って言った瞬間になんかみんなが集まってきて愛について議論交わすんやろ。俺実際これが自分のこの身で起こったら多分1週間ぐらい泣くよ。好きだ、今すぐ僕の思いを伝えたい、好きだ言うと僕は彼女に唇を重ねた。柔らかい、例えば小さな猫を抱いた時のような心地よさ、愛おしさがこみ上げるもうちょっと表現なかったかい。愛おしさはやがて情熱へと変わり、僕の心に火をつける。マリはこんなに大胆な女だったっけ。そう思う僕とは別に、体はぎこちなくマリをベッドに倒していた。ギッとベッドが鳴った。その間も唇は離れない。まるで探し物でもするように唇を撫で、息を吹きかける。汗で額にへばりついた彼女の髪をかき上げる。確かにそこにあるのだと確かめたくて、彼女の頭を指で探った。キュッと汗ばむ髪が鳴る。指に絡まる。指を捉える。背中に回された彼女の腕に力がこもった。さらに強く唇が押し当てられる。歯と歯がぶつかって音を立った。少しばかり正気に戻って僕は顔を離す。湖底から水面に現れたように大きく息を吸った。唾液で濡れた感触に本当に水に潜っていたような気さえする。僕は尋ねた。いいの。僕はおぞおぞと彼女の体に手を触れた。僕はマリに抱きついた。ええでしょう。いいの。僕は尋ねた。いいの。彼女が答えた。その微笑みさえ乱れに思えるほど僕は興奮していた。恥ずかしいほど。潜水を始める時のように大きく息をついてから僕は彼女の首筋に顔を埋めた。マリが僕の肩を掴んだ。ゆるく、やがて強く、痛いほどに。僕は首から耳へと唇を這わせ、そのままマリの耳をもてあそぶ。彼女の荒い息が聞こえた。僕はおぞおぞと彼女の体に手を触れた。 T シャツ越しに膨らみを感じる。柔らかさを感じる。もう我慢できない。そろそろ誰か入ってきてくんない。止めてくんない。そろそろまずいぞ。僕は自分の T シャツをまくり上げた。僕は彼女の T シャツをまくり上げた。僕はズボンを下ろした。早いな君は。じゃあどうしようかな。僕は自分の T シャツをまくり、いやーここはやっぱり彼女の T シャツをまくり上げるかな。僕は彼女の T シャツをまくり上げた。そして腕立て伏せのように両手をベッドにつくと、体をグイッと下に下げた。幻を見ているようだ。肌が細かく真っ白だ。まるで餅だなと頭のどっかで照れて笑う僕がいる。とその手が離れ僕の肩を押した。え？と目で問うと、マリは僕の遥か後ろに視線をやっている。僕はそれを無視した。それを無視していいのかな。僕はマリの、俺割と真剣に考えてるよ今。僕はマリの視線の先に目をやった。でも誰か入ってきたような音がしたよね。これどっちがいいんやろう。とりあえず無視してみるか。こっちの方がバッドエンドくさいし。僕はそれを無視した。そして飛び込むようにマリに抱きついた。朝だ。こんな爽やかな朝を迎えたのは生まれて初めてのことだった。あの後僕たちの間に何があったのかそこまで語るつもりはない。とにかく素晴らしい思い出を作ったことだけは確かだ。今でも風の強い日には僕たちは肩を寄せ合いながらかまいたちの夜のことを思い出す。ありがとうかまいたちの夜。ありがとう三日月島。あ、シューなんだ。
パンじゃないんだね。お、ただ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 やることやって終わっただけやんけこれ。おもんないおもんない、こんなんじゃ終わられへん。はい、ってことで、ここでいいのかな。とりあえずここでもう一回視線の方にやってみよう。ほいほい、おめでとうと。マリは僕の遥か後ろに視線をやっている。僕はマリの視線の先に目をやった。ででーん、なれ、みどりさん。そこにみどりさんが立っていた。勝手に部屋入ってくんなよ。ギョゲー。僕は意味不明の声を上げながらマリの上から飛び乗りた。腰を引いたおかしな格好になっているのがなぜなのか、男なら分かってもらえると思う。うん、ごめん、男だから分かるわ。そんな女に騙されちゃダメ、みどりさんが言った。騙される？僕はマリを見た。半身を起こしたマリは笑っていた。微笑むというより不敵な笑いだ。私が彼と寝るの。マリはそう言うと僕の頭を抱き寄せてディープキスをした。音、僕は子供のように手をバタつかせた。手が離れ、僕は体を起こした。マリ、一体君は。こっちを見て。やめろ、お行。ギリギリアウトのやめろ。僕はそれを見て再び意味不明の言葉を尽くしばしてしまった。みどりさんは僕に背を向けていた。いや、正確に言うなら尻を向けていた。壁に手を両手をつけ、尻を僕の方に突き出している。つまり僕の方には必要最低限の部分しか隠していない伝部が。どう思う？みどりさんはそう言うと、これ以上もないほどみだらに腰を揺らした。なんやろ、全然エロくないな。どう思うもこうもない。無意識に僕は生唾を飲んだ。いや、ここで飛びついたら男としてダメだよ。生唾を飲んどこう。意思とは無関係に僕は生唾を飲んだ。ダメよ、言うと同時に忙しい忙しい、ギャッと声を上げ、何やった今の。ダメよ、言うと同時にマリは僕の股間を握った。なんでここ飛ばしたん今。ギャッと声を上げ、僕はさらに腰を引き、エビのような姿勢でマリの手から逃れた。これは私のもの。信じられないようなセリフをマリは言った。嫌がってるじゃないの。ひどりさんはこちらを向いていた。お前、年男がいいんだろ、年男のとこでやってこい。後ろ髪を両手でかき上げながら僕の方に近づく。わかるわよね、どっちがおいしいか。はい、どっちもです。はい、どっちもです。そう言うしかなかった。これでもそんな優柔不断なことを言ってられるかしら。みどりさんが到底口にはできないことを始めた。ダメダメ、そんなことぐらいで感心してちゃ。ちょデュアルショックめっちゃ震えてんねんけど。おい、やめろ。マリが僕の頭では想像すらできなかったとんでもないことを始めた。イエー、思わず僕は悲鳴を上げた。始まってる、すっとんきょうな声がした。私もする、さらにすっとんきょうな声がした。ケイコちゃんとカノコちゃんが扉の前に立っていた。おう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 、見られるね。二人は服を脱ぎながら僕の方へと押し寄せてきた。何するのよ、ひどりさんだ。私が先よ、マリだ。やらせて、カノコちゃんだ。なめちゃおっと、ケイコちゃんだ。八本の腕が僕に伸びた。僕の服が剥ぎ取られていく。必死で押さえたパンツがビリビリに破られた。ソカラジオを舐められたり噛まれたり吸われたりさすられたり擦られたりしこかれたりした。体中が唾液でベトベトだ。それこっちに貸してよ。いや、よこしなさいよ、ガチ。これ噛まれたな。最後のは僕の悲鳴だ。ここにおったんかいな。また人間が増えたようだ。誰かの股の間から僕はその人物を覗き見た。ラヌミニャン、夏美さんと言いたかったのだが、誰かの何かが僕の口に押し付けられてまともに喋ることができないのだ。式条例の強烈な波動を感じてきてみたらこれや。式条例？それは
僕の心の中の疑問に夏美さんはすぐに答えてくれた。色情霊中のは色欲に凝り固まって死んだ人間の霊や。それもこれはすごい力を持ったやつやな。男レンジはみんな死んだようになって眠ってるわ。せやけど安心し、私に任せとったらええねん。大阪では悪霊ハンターおなつ、そう呼ばれとったんや。今すぐに条例したろわ。これなら僕は口を塞ぐ何かを押しのけた。それなら早くこの人たちから悪い霊を。いや、もうしばらくこのままでしたところで俺はちょっとなんかいろいろとまずい気がするね。はい、それなら早くこの人たちから悪い霊を。何を言うてんねんな。夏美さん呆れたような顔で言った。悪霊がついてるのはあんたや。そんなムニムニハウンロムニョラバラ、顔に何かヌルヌルしたものがかぶさってまた話せなくなった。あんたの横島な願いが色条霊を招いたんや。それもわからんような頭をしてるから簡単に悪霊に疲れんねん。なんでそこまで言われなきゃならないのと情けない気持ちになった。なりはしたが、この状態から僕を救ってくれるのは夏美さんしかいないのだ。早くして悪霊ハンターを夏。身動きも取れず喋ることもできない僕は心の中で両手を合わせた。よっしゃ、任しとき。またしても夏美さんは僕の心の声に答えた。ほんまやったら供養してやりたいねんけど、残念ながらあんたについてる霊はそんな生優しいもんとはちゃうな。手加減してる余裕はないわ。僕としてはできるだけ早く除霊してほしかった。何しろ話が続いてる間にもとてつもなくいやらしいことや気持ちのいいことをされ続けているのである。いや、嬉しいだろそれは。霊が出ていく前にとんでもないものが出ていってしまう可能性が高いと落ち着いて今の状況を解説している場合ではなかった。ひえー、やめてー。僕は悲鳴を上げた。その悲鳴にかぶせて夏美さんの力強い声が聞こえてきた。臨病等社会人列在前。鼻にズンと響くような迫力ある声だ。いや、響くようなところではない。鼻をズンと殴られたような衝撃がある。夏美さんの除霊は続く。ナウマクハサマサマンダバサラダンゼンタマカロジュダルタウタウカンマン。胸の奥で何かが触れ上がっていく。そしてバリバリと音を立てて胸が裂けた。いや、裂けたような気がした。何かは僕の中から出ていく。苦悶のうめきを上げながら、うーん、おのれおのれ、よくもわしの邪魔をしてくれたな。低くかすれた老人の声だ。出たな悪霊、おのれの目的は何や。石碑が割れてようやく自由になったかと思ったらこの小僧が邪魔をした。もう最後だと思った。二度とこの世に現れることはできないのかと思った。ところがじゃあこの男の並外れた色欲がわしには見えた。もうただただエロいやつって言われてるやん。わしは最後の力でそれを伝ってこの色ぼけ男に取り付いた。こう生かすためじゃ、こう生ますためか。わしはこのスケベ男の子供となって生まれ変わるつもりじゃ。あんた誰なんや。キズアル・イエモン、この館の主じゃ。再び蘇りキズアル家の最高。ああやめろ、こうそんなところを。ああダメだダメだダメだ、もうダメだ。悪霊妖気退散。妖魔邪気退散。悪霊妖気退散、妖魔邪気退散の声が部屋の中に響く。悪霊の家物声は次第に弱々しくなっていた。ぐう、もはやこれまで。ポン、何かが破裂したような音がした。嫌な匂いがする。それは異様のそれに似ていた。除霊終了や、夏美さんが言った。済んだんですね。ほっと息をついた時だ。何してるの。緑さんに突き飛ばされた。変態、ケイコちゃんに腹を思いっきり殴られ蹴られた。痴漢、カナコちゃんにげんこつで顎を殴られた。意識が一瞬空白になる。最低、マリの声が聞こえた。かまいたちの夜以来初めての一番のバッドエンドじゃないこれは。気がつけば夏美さんしかいなかった。僕は全裸で床に横たわっていた。パンツぐらい履いたらどうや。僕は慌てて布団で腰から下を覆った。
あのみんなは帰ったで。事情は説明してもらえましたか？説明する暇もなかったわ。みんなカンカンになって怒ってたで。怒ってたってって、そんな、どっちにしても悪霊がどうのこうの言うような話誰も信用せえへんって。私もここに長居したらダーリンに疑われるさかい、帰るわ。こなと手を振って夏美さんは出ていた。僕は一人部屋の中にすっぱたかで取り残された。何もかも終わりだ。絶望だ。しばらくしてノックの音がした。はい。我ながらその声が弱々しい。入ってもいい？マリ？どうぞ。僕は布団を胸までかき上げた。マリが入ってきた。僕はまともに彼女の顔を見ることができなかった。ごめん、信じてもらえないと思うけど、僕は悪霊に疲れてたんでしょ？今夏美さんに聞いたわ。ごめん、本当にごめん。私、よく覚えていないんだけど、何をしたの？全部悪霊のせいだ。悪霊のせいなんだ。本当に？本当に悪霊のせいだけで、あんなことをしたの？あんなことって、覚えてるの？ちょっとだけ。マリは恥ずかしそうにうつむいた。あれは、全部悪霊のせい？全部ってことじゃないけど、どうせ信用も何もかも失ったんだ。怖いものなんか何もない。言ってしまえ。マリのことが、大好きだ。愛してる。マリが僕のしたことを何か覚えてるなら、それは決して悪霊の仕業じゃない。よかった。マリはそう言うと、僕の隣に腰を下ろした。またか、と思った。でも僕はそれでもいいと思った。今なら何も恐れることはない。これから何が起ころうとも、それは悪霊なんかのせいじゃないんだ。そんなことを思っていたからだろう。僕は普通に余計なことを考えずに、マリと素直に話をすることができた。格好をつける必要もない。気を引こうと無理をする必要もない。僕たちは一晩中話をしていた。いつの間にか夜が明けていた。楽しい夜だった。今僕は、かまいたちの夜に感謝している。たとえこの恋が実らなくても。ミノレア。そこまでやったらミノレア。実らせろよ。頑張れよ、そこは。なんやこのシナリオ。最高かよ。はい、ってことで、亀たちの夜、観音編、終了ですね。いやー。どこまで出せるか不安で不安で仕方なかったけど、もうほぼほぼアウトですね。これがイラストやったら完全にアウトですね。イラストじゃなかったら若干ね、このシルエットやから大丈夫やったけど、いやー完全アウトですわ。これ大丈夫？乗せて大丈夫なやつかな？乗せるけどね、乗せるんだけど。まあこれは不快に思う方もいるんじゃないかと、私としてはすごい不安で仕方がないですが、まあ、あのね、男はね、こういうの大好きなんですよ。申し訳ない。だから、乗せます。そして、見て笑って、指さして笑ってもらえると嬉しいな。なんか変なバッドエンドもちょいちょい見れたしね。よかったね。なんか普通に最後まで、終えたエンディングもあったしね。あ、BGM がない。ちょっと、音。やめろ。なんか、エロくねえんだよ。気持ち悪いんだよ。いいなぁ。トシオさん怒んぞ、マジで。エイコちゃんのかなこちゃん、でもどっちだったっけ、ケイコちゃんが、ケイコちゃんの蹴り方やばかったな。蹴り慣れてるやつの蹴り方やったな。押し倒されの、座れ舐められしの、はちゃめちゃされの、ここであれですわ、ゴーストハンターお夏が出てくるわけですよ。で、あ、なんだこれ、知らん、こんなん見てないよね。ほんで
もうなんかえらいこと乱行パーティーみたいになって。なんなんこれ。ちょっと待って。やめろ。それだけはやめろ。誰が喜ぶ今の。どの層に受ける。すごいな。あんなエンディングもあんのか。男たちにあんなことやこんなことされる。カン、カンじゃねえんだけどさ。カンじゃねえんだよ。チーンじゃねえよ。チーンとか言うな。お、出ましたか、本のしおり。かまいたちの夜。お、本のしおり出たね。これでまたできるシナリオが増えたってことだ。これ一つのゲーム、ノベルゲーム自体をこんなに深く掘り下げてやることなんて初めてかもしんない。はい、ってことで今回はここまでで終わりたいと思います。観音編ご視聴ありがとうございました。なんかとんでもないシナリオだったけど許してください。俺は悪くないってことで、また次回今度シナリオ、シナリオじゃない、しおりをやっていきたいと思いますので、よかったら見てやってください。それではまたね。